バルセロナからフルスマンチェスターシティへ舞い戻った元ドイツ代表 MF イルカイ・ギュンドアン33が喜びの心境を語っている。イギリス BBC が報じている。ギュンドアンは23日、名称グアルディオラ監督のもとでプレーできることについて、ペップは世界最高の監督であり、彼と毎日一緒に仕事をすることでより良い選手になれる。 正直、またシティのシャツを着るのが待ちきれない、とコメントしている。2016年に加入し、7シーズンを過ごした後、1年前にフリーエージェントでバルセロナに加入。1シーズンを過ごしただけで、再びマンチェスターシーでのプレーすることになった。その背景には、バルセロナの財政問題があった。スペイン代表 MF ダニオルモを獲得したが、 人件費を全予算の70%にとどめるサラリーキャップを超過しており、ギュンドアンとの契約解除する必要があった。ギュンドアンは僕の対談がクラブの財政的な助けになるのであれば少し悲しくなくなるとインスタグラムに記していた。また、グアルディオラ監督はギュンドアンの復帰についてまさにサプライズで予想外の出来事だった。 我々は彼と再契約することに何の疑いもなかったし、戻ってきてくれたことがとても嬉しかった、とコメントしている。